抜き足、差し足、忍び足、す。兄さん、どこ行くんだい？ギガース！な、あんたっすか？驚かせないでくれっす。いや、驚かすつもりはなかったんだけどね。何してるのかと思ってさ。あんたには同じ匂いを感じるっす。あんたを男と見込んで、ここは正直包み隠さず話しておくべきかもしれないっすね。なるほど、俺を男と見込んでね。一体この先に何があるってんだ？実はっすね、俺が入手した極秘情報によれば、どうやらこれから女性陣の歪みが行われるらしいっす。なんだって？確かに俺にしか言えないことだ。行くっすか？そいつは聞くまでもないだろう。あんたとの出会いは運命的なものを感じるっす。あ、俺たちの出会いは運命だったのさ、兄弟。さあ行こうぜ、約束の地へ。違うのね。いろんな場所の温泉に入っているみたいで楽しかったけど、肌に馴染んでいる分、たまにはこうやって自分の世界のお湯に入りたいかな。なんだか不思議な気分ね、こうして誰かと一緒に入るなんて。お姉者さんはずっとお一人でしか入られたことはないんですか？そうね、あそこには私以外の女性はいなかったし、一緒に入ってもよかったんですけど、自然とね。一緒にって、また大胆なことを。そうかしら。別に見られて減るものでもないし。そういう問題ではないと思うけど、男性と一緒に入るなんて。ダメよ、そんなの。いくら相手がロゼだとしても、そんなこと。お嬢様、またはしたない妄想をされているんですね。その悲しい生き物を見るような目はやめた方がいいような。アネーシャってスタイルいいよね、羨ましいな。あまり意識したことがないからわからないけれど、そうなのかしら。うん、目のやり場に困るもの。でもそれを言ったら他の人たちもかな。アネーシャお姉ちゃんも素敵だし、モリガンお姉ちゃんやフェリシアお姉ちゃんみたいにもなりたいな。ありがとう。あなたももう少し大きくなれば私みたいになれるわよ。そうそう、みんな大きくなれば大きくなるんだから。はっ、でかけりゃいいってもんじゃないでしょ。何よ。僕の価値観も。なだけは言われたくないっての。そうかな、だって僕はこれから成長する予定だし。だったら私だってこれから成長する予定なの。不毛な言い争いをしてるっすね。まったくだ、大きい小さいどちらにも良いところはあるというのにな。けしからんっすね。ぬぬぬぬ、本当極楽天国パラダイスってか。どこかで聞いたことあるフレーズっすね。しかしながら異論はないっす。私にはこうありだけどね。
二度あることは三度あるっての信じたくなったわ。いや、ほら、俺っちは初めてなわけだし、ここは一つ穏便にってことでな。そうっす、生類憐れみの礼っすよ。慈悲の心は大切っす。私はね、悪魔だから慈悲の心なんて